これかな？これかな？とか言っても、選択肢が2個しかなかったけど、こっちだった。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はスターウォーズ X ウィングの86号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。お、袋の中にまた袋でマトリョーシカ状態で別で入ってますね。細かすぎるからかな。すごいちっちゃいパーツがいっぱい入ってます。これまでのスターウォーズ X ウィングの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。これバラバラってしちゃっていいかな。出しちゃった。わあ、ちっちゃいのがいっぱい。おお、めっちゃ回るじゃん。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。しょい。それでは今回はですね、こちらのハイパードライブのトップカバーを、ここいっぱい穴が開いてるんですけど、この穴たちにこのちっちゃいのをいっぱい、くっつけていきたいと思います。じゃあまずはこの大きいやつ、この大きいやつをここにはめます。なんかどっちかしか絶対入らないよっていうことなんだけど、まあこっちでしょう。パチッパチッ、 OK だね。これさ、読み飛ばしちゃうんだよね。あれ、1個余ったみたいになるんだよね、最後。予言。ちっちゃいのをタブをスロットに合わせて押し込む。ここだけど、写真もちっちゃいからね、向きもよくわからんけど、多分こうでしょう。ピッ。もう一丁。だんだんかっこよくなっていきますよ。パッチリ入ってない。おっと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 、おっとっと、出てきちゃった。パッチリパチっていうか、なんかむぎゅって感じだけど、 OK だね。そしたらこの換気扇みたいなやつを、向きはなさそうなのでこのままいきます。あー、硬っ。パッチパチっていった。こっちがあんまり入ってない。あ、入った。裏で確認結構いいね。はい、入りました。次にこれ、なんかお団子の絵が描いてあるやつ、これをここにはめます。はい、
汚し具合がいい感じですね。次はね、これかな？この六角形の模様がついてるやつをここにはめます。できた。次はこの半月のやつをこっちだな。なんかこれじゃない、これじゃない、これか、なんか似たようなのがいっぱいあるな。半月っぽいのが4つあるけど、大きな半円形のなんか白と黒があって、これだ。このちょっと見えるかな、白と黒があって、こっちが白？こっちが黒？だと思うんだけど、どっちでもいいんかな？黒い方を左側にして入れます。ホットケーキみたい。ホットケーキにバターが乗ってる。そして白い方をこっち。美味しそう。できた。次にこれ。これのこのすっごいちっちゃいこの D 型になってるんだけど、ここに、これかな？違う、これだ。上が丸くなっちゃうやつ。これかな？細かい。これをここに、なんかこれ D の形してると思って、だけどこれは D の形になってない？あ、なってる。 D の形になってるから合わせます。逆だな。うわ、吹っ飛ぶ。ちょっと待って、こうかな。ピンが折れそう。あ、入った入った入った。 D の形になってるので合わせていきます。そしたらこのピンをここに入れます。よいしょ。お、入った。そしたらこのくるくるって回るやつ、よく回ります。これも D の形になっちゃうけん、ここに真ん中に D の形で入れます。入った。あ、回らなくなっちゃった。回らないんだ。次に小さな半円形のやつ。これかな？違うね。
これかな。これだ。これとこれ同じものかな。これをここに刺します。ギュッ。うわ、めっちゃ最初と比べてめっちゃかっこよくなってる。すごい。うわっと。お、入った。わ、作りがすごいな。しっかり入るな。いや、入ってないわ。これは隙間ここないけど、こっちめっちゃ隙間ある。全然入らんじゃん。なんかみんなが言ってるペンチってどんなものかな。これで挟むのどう？あ、入った入った入った。できました。隙間なし。よし。そしたらこの穴に、次はこれかな？これかなとか言っても、選択肢が2個しかなかったけど、こっちだった。こっちのなんか手みたいになってるやつを、ここにはめます。クラゲみたい。クラゲちゃんを、クラゲちゃん入らん。入った。入ってない。あら、フラフラしてるわ。クラゲちゃん、クラゲちゃん、ほっほっ、入った入ったね。はい。そしたらこちらの双眼鏡みたいなちっちゃいやつ、とと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 、これですね。これをここに、あ、D の形視聴券 D だね。これも D だ。よし。これをここにはめます。お顔みたい。ドーナツにお顔を刺してよっ。できた。なんか覗いてるみたい。はい、できた。そしたら次、この2つだね。あとね、これがこの階段みたいになってるやつは、このお顔の右側に刺して、ここにも2つ穴があるからピッピッと刺します。そして反対側もこことここにピピッと刺します。違うかな。こうじゃないよね。こうだよね。
どうかな？良さそう。折れたかと思った。危ない。はい。できた。はい、できました。かっこいい。じゃーん。さっきの穴開きからこんなことになった。めっちゃかっこいい。はい、これでトップカバーができました。それでは。じゃじゃん。こちらのハイパードライブにくっつけていきます。そしたらこれをここにはめます。こっち？こっちっぽいな。これがこの真ん中に入るっぽい。で、この2つがここに入ります。ここだね。これしかない。うわ、怖いな。すべてが壊れそう。入った。あとはこの2つの穴がここに、あ、入った。あと入りそうなのがこの2つですね。ここ2つがここに、あ、入った。入ってるね。入ってる。よし。そしたら裏返して、全部ここにくっついちゃった。1,2,3,4,5 箇所止めます。うわ、深いな。できた。お、できました。ハイパードライブがこれで完成です。うわー、やばい。めっちゃかっこいい。ピカピカ。これね、汚してる人もいますけど、めっちゃピカピカで、なんか汚すのもったいない感じ。新品？新品のハイパードライブが完成しました。かっちょいい。うわ、すごいね。なんかこういうはめ込むのもそうなんですけど、なんかすごいスターウォーズの X ウィングを作り始めた当初よりもなんか技術が上がってるというか、私の技術じゃなくて作り込まれる技術がなんか上がってる感じがして、すごいね、はめ込みやすい。なんかもうすごい完成度が高かったです。精度が上がってる感じがしました。上からデアゴを褒める。わ、すごいね、良かったです。なんかポロポロもしなかったし、接着剤もいらなかったし、ポロポロはしたかもしれんけど、でもすごいね、はめやすかって作りやすかったです。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。ハイパードライブ完成しました。ということで、これまでの X ウィングの組み立て動画が見たい方は再生リストからご覧ください。そして次はあのでっかい本体をディテールしていきますので、お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。タンサックでは模型作りの他にしょっちゅう、生配信をしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をしてタンサック団に入団しませんか？タンサック団はあなたの入団を
マッチョよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またね。ということで、今回はスターウォーズ X-Wing の組み立てをご紹介しました。よかったら励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。